マッシュー・ミヤズガは、アメリカ合衆国ニュージャージー州クリフトン出身のサッカー選手。アメリカ代表、デポルティーボ・アラベス所属。ポジションはディフェンダー。ニュージャージー州クリフトンで生まれた。2009年にレッドブルズ・アカデミーに加入。その4年後、17歳でプロ契約を結んだ。ニューヨーク・レッドブルズでのデビューは18歳になったばかりの時だった。2015年には、 メジャーリーグサッカーで注目を集める選手にまで成長。レッドブルズではレギュラーに定着し、北米リーグでのクラブ最高成績に貢献。レッドブルズでは、本家カーフチャンピオンズリーグも経験した。所属していたニューヨークレッドブルズとの契約を1年残していたが、2016年から地元のクラブを離れる決断を下した。2016年1月30日。 イングランドのチェルシーへ4年半の契約で加入することが発表された。チェルシーでの史上初のアメリカ合衆国出身選手となった。2016年8月31日、エールディビジフテッセにレンタル移籍した。2017年7月28日、再びフテッセにレンタル移籍した。2018年8月3日、チェルシーとの契約を2022年まで更新した上、 2018から19シーズンはリーグアンの &FC ナントにレンタル移籍することが発表された。2019年1月25日 FC ナントから復帰し、そのまま今シーズンの終わりまでレディング FC にローン移籍することが決まった。2019年7月、レンタル期間が2019から20シーズン終了までに延長された。2020年10月3日、 RSC アンデルレヒトにローン移籍することが決まった。2021年8月20日、デポルティーボ・アラベスにローン移籍することが決まった。両親の故郷であるポーランド代表としてプレーすることもできたが、自身が生まれ育ったアメリカ代表を選択。2015年11月に行われた 2018FIFA ワールドカップ北中米カリブ海予選のセントビンセントグレナディーン戦に、 途中出場し、国籍選択の話題にピリオドを打った。2017コンカカーフゴールドカップのニカラグア戦で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。